霧状のブレス毒か防御魔法が破られます。ごめんなさい、もう持たない。もうすっちゃった毒なのに。あれなんだかいい香りがする。森の中みたいな。毒じゃないみたいだけど。でもなんだか力が抜けていきますよ。へな。我々の体の表面にも緑色の結晶が。それもどんどん増えていく。何これ、石化魔法のブレス版なわけ。トワイライトキャラバンはこれにやられたのか。じゃあ私たちもみんなあんな風に結晶になっちゃうってこと。ダメ、私の魔法じゃ結晶化が止まらないよ。あの女、本当にたった一人で私たちを全滅させられるってわけ。主様、また主様に苦しい思いをさせてしまっています。私が不甲斐ないばかりに。させません。平気です。結晶化のブレスを浴びる直前に主様が私をかばってくださったので、私の体にはまだほとんど結晶ができておりません。ですので皆様よりは動けます。でもあんた一人じゃ。私の中には迷いがあります。アキラ様からはこちらの世界に囚われた皆様を元の現実の世界にお返しするよう
頼まれました。私としてもそれは正しいことだと感じています。ですがこのアストルムでなら私は誰にもはばかられることなく主様のおそばにいることができる。それは夢のように楽しい時間であちらに帰るということは、つまり主様との旅の終わりでもあります。私にとっては夢のような時間の終わり。主様、私は主様のガイド役です。主様を守り導きお助けする役割です。私は心より主様の従者でよかったと思っています。主様と一緒にいられてとても幸福です。私はできるならいつまでも主様のおそばにいたい。やあ！私は決して逃げません。たとえこの先にどのような未来が待ち受けていようとも。主様？はい。ペコリーヌちゃん、騎士君のあの表情。はい、可愛い赤ちゃんじゃなくてかっこいい時のあの人です。主様、私にどうか力を。私は誓います。必ずや皆様とこの世界からあちらへと戻り、そしてあちらの世界でも必ずや主様の傍らで尽くすことを。はい、主様。チェンジ、プリンセスフォーム。主様の新しい力を、そしてラビリスタ様のおっしゃられていた主様との心のつながりを。